ケダー・マーチャンとアルメニア語、ケダイオン・ホエー・カーコンは、インドの商船。カラ・マーチャンと、アドベンチャー・プライズの名でも知られる。コワジという名の人物に所有されていた。1698年1月30日に、スコットランドの主略船船長、ウィリアム・キャプテン・キットに略奪された。略奪後、キットは、 植民地総督と財宝を分け合うためニューヨークへ、その後スポンサーへの支払いのため、英国へ戻ろうとしていた。ケダー・マーチャンとの略奪は、同様に略奪されたルーパレル号のそれと共に、大英帝国内にスキャンダルを巻き起こし、アフリカ及びインド洋沿岸での英国の安定した、交易の地位に痛手を与えた。キットはこれら二隻の略奪は合法であり、 彼の主君が与えた任務に則っ,ったものだと考えていたが彼が海賊であるとの風評は柴叩く間に広がった。キットは後に投獄され最終的には海賊行為と殺人の罪状で処刑された。ケダー・マーちゃんとはキャプテン・キットが船の保護のために雇った商人たちの手に委ねられ彼がカリブ海へ戻ってくるのを3ヶ月間待ち続けた。ニューヨーク さらに後には英国でのキットの長い交流期間中、ニューヨーク総督、リチャード・ベロモント伯爵は、当時ドミニカ共和国サンタカタリーナ島の入り江に、係留されていた船のありかについて、証言を引き出そうとしていた。商人たちが、積み荷のほとんどを売り払い、船を焼き払って、オランダへ出港してしまった後の知らせがニューヨークに、届くと、ベロモント伯は、ケダー・マーチャントが、 本当に焼き払われたのか確かめるため船を派遣した。ケダーマーチャントの最後の正確な位置は2007年12月にカタリーナ島沖で残骸が発見されるまで謎のままだった。1696年4月、アルメニアの商人団がインドのコアジーという人物が所有する350トンのケダーマーチャントを借り上げた。北西インドの都市スーラと出港する彼らを手助け、 したのは、収入の足しにとフリーでも仕事を受け負っていた、イギリス東インド会社の現地総督、オーガン、ペリー・カレンダーだった。ジョン・ライトが船長を務める、この航海には、二人のオランダ人航海士、一人のフランス人、公衆、90人以上のインド人乗組員たちと、30人のアルメニア人商人が参加していた。幾度か出航が遅れた後、 クルーは綿花を積み込んで、スーラトを立ち、インドの先端を回って1697年ぐらいに、ベンガルに到着した。アルメニア商人はこの地で売った綿花で、モスリンその他の福次線200枚、黒砂糖船400袋、キート84コリ、アヘン80箱、その他、鉄夜小石を仕入れた。彼らは、フランス東インド会社総督、フランソワ・マルタンに安全な通行を願い出た。 行政は聞き届けられ、船は再びインドの先端を回ってキトに着いた。ウィリアム・キット船長1698年1月30日、高知から約25海里の海域で、アドベンチャーギャレー号の船長キャプテン・キットが、ケダーマーチャントを発見、追跡した。約4時間後、アドベンチャーギャレーは、ケダーに追いつくと、フランス国旗を掲げ、船長に、ギャレーに乗り移るよう命じた。 ボートでやってきた一人のフランス人が船に足を踏み入れるや、キットはアドベンチャーギャレーに英国旗を掲げさせた。国旗が掛け替えられるのを見た、このフランス人は略奪を悟り、俺たちが戦利品になっちまったと言ったという。アドベンチャーギャレーとよく似た、同時代戦、チャールズギャレー号いかなる敵国戦も海賊戦も略奪せよとの任務をキットは受けていた。 彼が複数の英国人貴族たちと結んでいた契約は、すべての戦利品を英国に持ち帰り、財宝を彼自身と乗組員、スポンサーたちで分け合うというものだった。ケダーマーちゃんとはインド人の所有であったが、アルメニア機を掲げており、船長は英国人で、乗組員のほとんどはインド人とキットの任務には合致していないようだった。 英国の敵国であったフランスにより航海の安全を保障されていたことが、この略奪が一応は合法であるとする根拠だった。ケダー・マーチャントのフランス通行商キットとクルーたちが、ケダー・マーチャントの臨検を開始し、略奪品のリストアップを行った際、県のフランス人は、実は彼は、船長ではなく、ジョン・ライトがその任にあるのだと口にした。キットは、 カンパカにいたライト船長を探し当てたが、彼は自分が船長であることを否定した。彼はフランスの通行証によってその身分を保証されていたが、これにレッテソーダ氏とサインしていた。ライトは英国東インド会社の総督が航海を仲介していることも告げた。キッドはこの略奪が英国で問題を引き起こすだろうことに気づき、船とその積み荷を略奪するか、もしくは、 アルメニア商人たちに売り返すか、乗組員による投票で決定することにした。船と積み荷を実際の1、20の価格で買い取ることを、コギババという人物が申し出たが、キット側の乗組員がこれに反対した。これが合法的な略奪だと考えていたキットは投票に反対しなかった。甲板下にあった。 数百のコリがムガル帝国と親しいムクリスカーンという貴族の持ち物であることを不運にもキットは知らなかった。アドベンチャーギャレー、ケダーマーちゃんと、それにキットに略奪され、ノベンバーと名を変えられたルーパレル号の乗組員たちは、コーチとカリギオン港へ向けて舵を切った。いくらか品物を売って英国への公開費を用立てるためだった。 かなりの量の積みにお金に換えると彼を捕らえようとしていたオランダ東インド会社の4隻の船から逃れようとキットは急いで港を離れた。船団がはぐれてしまった場合にはマダガスカルのサントマリー島で落ち合おうと命じた。サントマリー島にたどり着いたキットはそこに名の知れた海賊ロバート・カリファドのモカ号が停泊しているのを認めた。 海賊船の財宝を略奪するという任務に従って、すぐさま戦闘計画に取り掛かったが、人手不足のため、船団の他の2隻、ノベンバーとケダーマーチャントが到着するまで攻撃を見合わせることにした。両船がサントマリー島に到着したのは6週間後だった。しばらくしてキッドはすべての乗組員をケダーマーチャントに召集した。彼は、 乗組員たちに戦闘に備えるよう命じたが、2年分の雇い賃の支払いを希望していた彼らは、投票により100対15で、カリファドへ寝返ることにしてしまった。翌朝、反乱に参加した乗組員は、ケダーマーチャントから財宝の積み下ろしを始めた。力による脅しと人間味を示すことで、キッドは自分と自分の側に残った本の幾人かの忠実な、 クルーたちの分け前を取り返すことに成功した。カリファドの手下たちは三隻すべてから金目のものをむしり取った。武器、穂、偽装、怒りすらも持ち去られた。カリファドはサントマリートを立つ前に乗組員に命じてノベンバーを沈没させ何もかもなくなった二隻の船と最小限のクルーと共にキットを置き去りにした。驚くべきことに 彼の元に残ることを選んだ乗組員の一人、ジェームズ・ギリアムは、きっと同様、彼らの任務は、崇高なものと信じており、海賊にはなるまいと考えていた。ギリアムは年老いた海のならず者で、かつては海賊であった。後悔ができるだけの部品、偽装や構造物が、アドベンチャーギャレーに残されていると考えたキッドは、それら全てを、ケダーマーチャントに移し替え、 ニューヨークへ出版した。彼は、ケダーを自分の新しい船と定めたのだ。キットが船をアドベンチャープライズと呼ぶことにしたのは、この頃だった。キロの最初の気候地は、マダガスカル沿岸を600マイル下った、ポートドルフィン。その後、やはり、マダガスカル沿岸のトゥリアラで食料の買い付けと、乗組員の補充を行った。キットは、 船が略奪にあったことが明らかな見た目であると考え、それゆえに降りかかる問題を恐れて大きな港を避けて進んだ。彼は中央アフリカンのボンの人知れぬ地を目指した。キッドはこの地からカリブ海へまっすぐに進み、その後ニューヨークへ向かうと決めた。判断から丸十ヶ月の後にカリブ海へたどり着き、リーワード島最北端のアンギラに怒りを下ろした。 この港で初めてキットは自分がお尋ね者の海賊になっていることに気づいた。多くの総督がキットとそのクルーへの逮捕令を出していた。浸水した上に略奪被害で惨めな姿になったケダーマーちゃんとを抱えて行き場のなくなったキットは新しい船を必要としていた。彼は船とクルーに残された物資をカリブ海のスペイン領モナ島に移動させた。 ちょうど通りかかった商人ヘンリー・ボルトンの助けで、キットは財宝のうちいくらかを、ボルトンのスループ船サンアントニオ号と食料を買うのに、十分な金に変えることができた。キットに取れる最良の策は、新たな船でニューヨークへ向かい、彼が誇りを持って使えているスポンサーの一人、ペロモント博を説得して、海賊行為は真実ではないと信じさせることだった。彼は、 ボルトンが島に泊まって、アドベンチャープライズを保護すること、高値がつくならばさらに積み荷を売ることを一任した。船は当時サンタカタリーナという小さな島の入り江にあった。キットは3ヶ月以内には戻ること、どんな積み荷が売れたにしろ、分け前は折半することを約束した。ニューヨークに到着したキットは捕らえられたが、アドベンチャープライズの所在は明かさなかった。 彼は船に積まれた財宝が自分を自由の身にするのに、略奪と信じていた。ベロモントは2隻の船を取りまとめ、残りの略奪品を回収するためカリブ海へ派遣しようと試みた。計画がほぼ固まった頃、ニューヨークに到着した1隻のスループ船が、アドベンチャープライズの商人が、積み荷のほとんどを売り払って、船に火をかけ、カリブ海からオランダへ立ってしまったと報告した。 ベロモントはこれを受け、サンアントニオの船長に、ナサニエル・キャリーを任命した。船が、イスパニョラ沖で本当に燃やされたのか確認し、キュラソーなどの現地政府へ、積み荷の返還を要求するためだった。現地の記録によれば、キッドが船を任せた手下たちはこれを略奪し、火を放ってドゥルセ川へ向け漂流させたという。2007年12月、 ドミニカ共和国カタリーナ島沖70フィートで地元の住民がナンパ船を発見し、後にインディアナ大学の考古学者によって調査された。何世紀もの間多くのトレジャーハンターたちが探し求めていたこの船が岸にこれほど近く浅く澄み切った水の中に沈んでいたことに研究チームは驚かされた。歴史記録が一貫していることと、 残骸の中から発見された大砲により、これがケダーマーちゃんとの残骸であるとの確信は、研究者たちの間でも強かった。インディアナ大学の研究チームは、現地調査の許可を受け、現場を一般人も立ち入り可能な水中保護区とした。ケダーマーちゃんとは、アルメニアの交易史上重要なシンボルであったため、同国の研究者たちも長い間船を発見する、試みを続けていた。 アイアース船舶研究会は2007年3月に発表した声明でアルメニア国旗を掲げた46フィートのヨットアンダーソット号でカリブ海を調査公開する予定だと述べた。同会は2004年から2006年にかけ13世紀のアルメニア船キリキア号のレプリカでヨーロッパ中を公開したカレンバラヤンが代表を務める。ありがとうございます。